皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はダイム開封したいと思います。こちら豪華付録 USB マルチルーターが付いております。それでは早速開封していきましょう。はい、開封いたしました。中に入っていたのはこちらの3点ですね。これが本体、そしてコードが入ってまして、でこちらのケースの中には、先端につける部分6種類、そしてこれヤスリが3種類、2個ずつ3種類入っているということです。それでは1つずつポイントを見ていきながら最後に実際に使っていきたいと思います。それではまずこちら本体を写していきましょう。ご覧の通りブラックの樹脂製の本体になっておりまして、ここにダイムのロゴが入っております。これはシール貼られておりますので、嫌な方はこれ剥がして使ってもいいかと思います。はい、そしてこちら持つ時にこんな感じで持つと思うんですけど、ここにですね指を乗せられるくぼみがつけられております。はい、こんな感じですよね。で先端はこのようになってまして、このヘッドの部分を緩めて、こちらの好きなのをつけていくということですね。後でやってみますけれども、でその付け替えをするときにこちらのボタンで操作するということになります。で電源はこちらになっておりまして、オンオフと書いてあると思うんですけど、上にこう回していくとパチッと音がしてオンになります。でこのダイヤル式で強弱を、はい、設定ができて、また下に回していくとパチッと音がしてオフになると、そんな使い方になります。そしてこちらの穴には、このケーブルを、刺すということです。こちらを刺しまして、でこちらの先端側を、USB 電源になってますので、刺して、電源を取るということになります。そしてコードの長さ測ってみましたけど、今これ取り付けた状態のここの部分からこちらの先端まで87センチありました。続きましてこちら見ていきましょう。このようにケースに入っておりまして、金属ビット6本あるんですけど5種類ですね。こちらから5種類、この端っこのものはこのヤスリをこれ取り付けて使う用のものですので、この5種類となります。でこちらがその5種類の金属ビットになります。尖ったものからこの円筒状のものまで5種類、目的に応じて使い分けるということになるかと思います。目の粗さはすべてシャープ120と記載があります。そしてこちらのヤスリなんですけれども、3種類2個ずつ入っております。シャープ80、120、180の3種類となっております。はい、そしてこちらの専用の金属のこの棒ですね、こちらにこのようにかぶせて取り付けて使うということになります。それではこちら本体にこの先端部分つけていきたいと思います。操作としましてはこのボタンですね、こちらを押しながらこのヘッドの部分を反時計回りに回します。そうしますとこれが緩んできますので、その状態で、こちら好きなヘッドを、このように差し込みます。はい、奥までこのように差し込みまして、でこの状態でこのボタンをまた押しまして、今度は反対側に回して固定するということになります。はい、これで固定されました。ですのでこのボタンはこの先端をつけたり外したりするときにのみ使用しますので、実際に使っているときはこれは一切触りません。そして外すときはまた同じくですね、こちら押したままで、反時計回りにこのように回します。そうしますと緩まりますので、先端をこのように外して、でさらに今度違うのをつけたりとかですね、このように刺してまた押して時計回りにまた回すということですね。そして固定して付け替える、そんな感じになります。はい、それでは実際に使っていきたいと思います。今こちらのコード電源につなげましたので、スイッチを入れていきたいと思います。こちら上に回すとオンです。はい、回しますとこんな感じで、はい、強弱をつけて一番強くするとこうです。結構大きな音出ますけど、かなりの回転力だと思います。最速は毎分1万5000回転ということですので、はい、かなりの
本格的な仕様になっているのかと思います。まあ、正直私初めて使いますけど、まあ、普通にここを回すだけですので、まあ、このあたりすごく簡単だなという感じですね。でこの付け替えも楽々できましたので、とりあえずこちらのヤスリがけやってみたいと思います。試してみたいのはこういったプラモデルですね。こういったパーツをこうニッパーでパチッと切り取るわけですけど、まあ、切り取った後にうまくいかなかった場合、このようにちょっと残ったりしちゃうんですよね。でこれをヤスリで削ってみたいと思います。はい、それではスイッチ入れてやっていきます。一番強くしなくてもいけますかね。はい、わかりますでしょうか。この部分ちょっと出っ張ってたんですけど、まあ、それが取れてくれました。まあ、削りすぎてしまわないように注意ですけどね、意外とうまくできたんじゃないでしょうか。まあ、この程度ですと一番強くしなくても全然いけましたね。続きまして、今度この尖った先端のものを使ってみたいと思います。はい、例えばですね、こういった木に穴を、下穴を開けて、まあ、その後にビスとかですね、釘とか打ちやすくする、まあ、そんなことがあるのかなと思うんですけど、ちょっとやっていきます。はい、まあ、こちらダイソーで売っている鍋敷ですけどね、ちょっとアップにしてやっていきたいと思います。それではこの角の部分に穴開けていきたいと思います。はい、ここですね、ここにちょっと穴が開いてきました。さらに奥に行きたいと思います。はい、まあ、ドリルではないので奥までギュッといけないですけれども、まあ、こういったちょっとした、はい、穴、下穴は開けられるのかなというところですね。はい、あとはこういった形のもちょっと使ってみましょうか。はい、いまいち何に使っていいのかってとこなんですけど、例えばこの角の黒くなっている部分、はい、こすってみましょう。まあ、こんな感じでちょっと汚れている部分を削ってきれいにしたりとか、まあ、いろんな使い方ができるのかなと思います。はい、で今ちょっと使ってるだけであまり長時間は使ってないんですけど、まあ、この辺りがちょっとほんのり暖かくなってきたかなという、まあ、そんな変化はありますね。はい、ということで私こちら初めて使ってみたんですけれども、特に使いにくいとか難しいとか使うのちょっと怖いなとか、まあ、そんなの全くなく気軽に使えますし、かなりパワーもあってですね、ヤスリがけなんか本当綺麗に角を落としたりできますし、はい、まあ、使ったことない方も、まあ、入門用といいますか、まあ、初心者でも使えると思いますので、まあ、ぜひこちらチェックしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はダイムの特別付録 USB マルチルーター紹介してまいりました。まあ、付録でこういった工具がついてくるっていうのはなかなかありませんので、かなり面白い付録になっておりましたね。はい、ただですね、今回こちらの豪華付録ですので価格が1200円とちょっとお高めなんですけれども、この中に書いてあったんですが、こちらご覧ください。ダイム定期購読しますと、なんと定価880円プラス送料120円ですね。ですので1冊1000円で買えるということになるようです。まあ、付録に関わらず、毎号価格が変わらないということで、1000円を超えてくるものに関してはお得に購入できるということのようです。まあ、ダイムいつも読んでますとか、まあ、付録全部手に入れたいという方はぜひこの定期購読がおすすめとなっております。それでは最後に来月号の予告をして終わりたいと思います。はい、来月号の付録はこちらです。地位対応 10W ワイヤレス充電器です。
はい、来月号もこれ楽しみな付録になってきましたよね。ワイヤレス充電器皆さん使ってますでしょうか。私は未だにコード挿して充電してるんですけれども、まあ、こういうのあるととっても便利ですよね。はい、まあ、この QI って書いてある地位対応、まあ、この対応機種であれば、まあ、iPhone でも Android スマホでも、まあこちら1台で使えちゃうということになります。10W 充電対応ということで、まあ、この上に乗せれば高速で、まあ、充電できるということですね。でさらに、色が変わるということです。待機モードではこのように赤色にこの透明な部分が光って、まあ、充電中は青色に光るということで、まあ、その辺の区別も、工夫されております。はい、来月号の発売日は5月12日となっておりますので、楽しみに待ちたいと思います。ということで本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらえましたらグッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。